はよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、僕は、午後なので、レギュラーティーから女性たちと回りながら90切りを目指せと指令が下されたので、よろしくお願いします。今日一緒にラウンドするお二人をご紹介します。鈴香ちゃんです。高校2年生？はい、高校2年生です。よろしくお願いします。お願いします。なんかすごい試合とか出るらしいじゃないですか。いや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 、日本女子アマとか今年？そうです、昨日、一昨日に試合が最終でやってる。やってきたの？そうなんです。どうだったんですか？まあまあ15位タイで関西賞を取って、次予選を通過して、はい、日本女子アマに出ることになった。はい、頑張ってください。ありがとうございます。勉強させてください。いやいやいや、お願いします。美咲ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。今日は何か目標とかありますか？昨日習ったことを意識して綺麗に当てられるように頑張ります。ちょっと乱れちゃったんですか？なんか先生がダウンブローで打ちすぎとか言ってたからね、それを直してくるんですよね。ここは飛ぶので9番アイアンでいきます。お、いや、いい感じですよ。ナイスショットです。完璧ですよ。お、ナイス。ナイスなんですけど計測できませんでした。お、うん、オッケー、ナイス。ナイス。お、入った。やった。いいじゃん。ナイス。Thank you.
の帰りだけなんだよね、それだけ。今どうしても帰ってきますね。早いんですよね、手がちょっとだけ早い。来年プロテスト、あ、高3になったら、はい、そうなんですよ。セーフティーとかも受ける。そう、プロテストが通らなかったら、あ、そうか、変わったんだね、レディースはなったんですよ。結構厳しいです、ライバルとか結構いる感じですか？あとかもう上の世代とかみんな出るもんね。そうなんですよ、1個上からもう、家族の人はもう好きなだけやってしまえって応援してくれてるんですか？お父さんもお母さんも応援してくれてるんですか？はい。おプロになろうって決めたのはいつ頃からなんですか？始めた頃に、なんかプロっていいなと思ってて、おー、だん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 。5歳、6歳から？そうです、6歳の時に、その宮崎愛選手に、を見て、わあ、すごい、なんかかっこいいなと思って。かっこいいよね。はい。なんかキュッとしててね。うん、めっちゃかっこいい、ね。決めるとき決めるしね。はい。お父さんもプロだから、ある意味プロだから理解が早かったんですか？いや、そんなに感じでもないんですけど、まあ、僕もあの、ね、自分やりたいことやる派のそうですね、そういうのは、自分でやりたいことやるのがいいですね、うん、はい。
でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はどうでしたか。今日はハーフ。なかなかバーディーが取れなくて、手の距離感もなかなか。ここは初めてなんですか。いや、ここはあのジニアの本戦大会の向こうで何回か来たことあります。やっぱ何回来ても難しいところあります。そうですね。なかなか。さきちゃんはどうでしたか。今日はバンカーに多かったね。入ってしまって4回か5回入ってたよね。でも、まあ、1回ぐらいしか出せなかったところがなかったので良かった。あ、バンカー苦手なの。ドキドキ出ないです。どうですか、この上手いお姉さんと一緒に。なんか上手すぎてついていけるかしら。初めてですか。そうね、初めまして。すごいよね。いやいや、全然すごい。で、ホルバーニア、エリーバーニアがね、パーフェクト。